速稼塾の久保です。昨日はライブ放送の方ね、皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。非常に多くの方、30名前後の方がずっとね、70分もの中村トレーダーとの FX ライブをねご覧いただきました。皆さんの疑問も解けて新しい意欲につながったんではないかなと思います。速稼塾プレミアムセカンド、こちらの方もね絶賛お申し込み中ですんで、あとわずかな人数募集しております。中村トレーダーと、そして私もおりますんでね、私と一緒に FX を今度こそ身につけていきましょう。で、速稼塾プレミアムのセカンドはこれから始まるんですけども、ファーストの方ですね、こちらの方に参加していただいた方はセカンド引き続きご利用いただけます。追加料金は1円以上、皆様のね、ファーストに参加してくださった方のもう思いの金額を1円以上入れていただければ、そのままセカンドで、学んでいけるということでございます。まあ、FX っていうのはですね、誰でも身につけられるものではないんですけども、誰でも身につけることができるんですよ。これちょっと矛盾してるようですけども、 FX やるぞって言って何もやらなければそれは身につきません。逆に言うとね、2年も3年もやってきて FX の力が身につかないってことは、これはねやる頻度がちょっとね緩いんじゃないかなと思います。私も1年間全く勝ったことがなかったんですけども、勝ったことがない状態で毎日ライブ放送してましたけども、2年目からですね、2年目から負け知らずになってきて、最近はですね勝ててはいるんだけども、そのロットをね増やせないっていう精神の問題になってきて、勝ちがちょっと少ないなってことなんですよ。まあ今までね、私はネットビジネス、いわゆるアフィリエイト、転売、それから SNS マーケティング、メルマガマーケティング、こういったものに一つ一つ成功して攻略してきてトップレベルになってきたわけなんですけども、今度は FX でですねトップレベルを目指そうかなと思うところで、まだまだね中級者レベルでとどまっているところでございます。まあこういった私もおりますけども、まあ苦しいところもあるんですけども、非常にね楽しいところ、マーケットがしっかり見えるところ、これが FX の魅力ではないかなと思います。そしてこれからですね、日本は重税社会になります。皆様重税には逃れられませんし、今度ね会社を作ることも難しくなってきます。会社を作るってことはかなりね税制面で優遇されてるんですけども、これすら特権階級の所有物になってくるんですよ。すでに会社を持たれてる方はいいんですけども、これから会社を作ろうとする方、ほとんどが活動があんまり有利な面を生かせないようなね、そんな会社の所有者になると思うんですよ。もうね本当にはっきり言って、もう N 国党とかね、令和新選組とか、あの辺が大きく世の中を変えてくれないと、我々手も足も出ない状態になってくると思います。まあ必ずしも令和新選組とかね、 N 国党を支持しましょうということではないんですけども、ただね、あのぐらいぶっ飛んだ、本当にねテレビメディアにほとんど出なくって、 SNS から SNS の YouTube の視聴者さんを巻き込んでいくようなね、そんな底力、もうねはっきり言ってお金がなくて苦しいって人が集まってる SNS から支持を受けるような、そういう風なね政党でなければもう世の中変わっていけないんじゃないかなと思うんですよ。所詮お金持ち、所詮資本家、所詮ですね有利な状況の人に支持されるような大型政党っていうのは、これから消滅していく運命になるのかもしれませんよね。もしくは私が考えているのは、もう日本では住みにくいから、これはね海外に行く準備もしないといけないかなと、住処を変えるってことをしなければならないのかなと。でもできれば私たちの大好きなこの日本がもっとね私たち庶民に優しい国になることを一番には望むと思うんですよ。そのためにもまずは FX で力を身につけてですね、自分で生きていける力、何者にも依存せずに自分で稼げる力を身につけることによって、やっと発信力とかね行動力っていうのは出てくるんではないかなと思います。そういう意味でも FX にぜひね力を向けていただきたいと思います。私も特別なね専門家でなければ FX って身につかないと思ったんですけども、これはねやることやれば誰でも勝てます。なぜならやることやらない人が無数に溢れてるのが FX 投資の世界だからなんですよ。もういい加減な気持ちで参加する人が9割以上いて、そしてきちんとやる人が1割弱なんですよ。このバランスのどっちに入るかなんですよね。ということで FX の速稼塾プレミアムセカンド、こちらの方でお待ちしております。申し込みはもうすでにしておりますので、この後申し込みフォームからお申し込みいただくか、もしくは私やね中村トレーダーに、ご連絡いただいて申し込みフォームを取得していただければと思います。それでは本日は以上です。失礼します。今日は静岡です。